こんにちは、緑川です。今日はですね、バブーシュカというものを編んでみようと思います。バブーシュカは、ロシア語で、日本語にすると三角巾ですね。はい。でね、私が欲しくて編むんですけれども、私目がねとっても悪いので、時々ね、編んでる時に近寄りすぎて、カメラの中にね、私すごいね天然でくるくるなんです、髪の毛が。それがねたまに入り込んでね、あ、なんかこれはまずいなって、はい、思っていまして、で今日はねそれを解消するのにヘアバンドもね前に編んでるんですけども、なんかねヘアバンドの形状がちょっとこう暑いと言いますか、はい、もっとね涼しくできないかなと思いまして、今日はね、はい、簡単にグラニーステッチで編んで、ちょっとね縁取りなんかもして可愛く作りたいなと思います。で使いますのはリサイクルコットンの、ミントと、ホワイトをちょっとずつね残っているもので作っていきます。はい、作られる場合はね、どんな糸でも大丈夫です。はい、グラニーステッチでね簡単に作っていこうと思います。かぎ針はね8号を使います。8号 5mm です。まずはね輪の作り目を足します。そう、目がね悪いからね時々ね近づきすぎて、私のくるくるの前髪がねカメラに入ってる時があって、それがもうねなんとか解消したいなと思って、そうだ三角巾だと思ってね、はい、バブーシュカを編んでいきます。それではね鎖編み3目か長編みの立ち上がりで1目目を編みます。長編みの立ち上がりは、1本の動画になっております。初めての方はねリンクを貼っておきますので一度ご覧になってみてください。ではね鎖編み3目か長編みで1目目をまずね編んでいきます。はい、1目目の立ち上がりの目の頭にはマーカーをねつけておきます。そして長編みを続けますね。はい、長編みを、はい、全部で4つですね。はい、1,2,3,4、はい、立ち上がりの目を数に入れて4目いたしました。そしてここで1,2、1,2,3、2でいきますね。はい、鎖編みを2つ、そしてまたね長編みを4ついたします。はい、長編み4、鎖に長編み4としましたら尻尾さんを縮めます。ではね次に行きます。次は裏に返して編んでいきますね。はい、またね、はい、鎖編み3目か長編みで立ち上がります。長編みで立ち上がる方はここにね針を入れてください。はい、1目目ここにね、はい、はい、1目目にマーカーを入れておきます。そして今度はね、ここ1目目と2目目の長編みの隙間に針を入れますね。はい、ここに3本編みます。はい、3本編みました。そして今度真ん中長編みを3本、鎖に長編みを3本、はい、そしてここの長編み3番目と4番目ここの隙間に長編み3本入れますね。はい、そして最後に
マーカーを外したところに1本編み入れます。はい、はい、このような感じでねできてきています。3段目を編みます。ひっくり返して、はい、まずは鎖編み3目か長編みで立ち上がります。長編みの人はここにね入れて、はいはい、そして立ち上がりの頭にマーカーを入れて、次は長編みの1番目と2番目の隙間に長編みを3本編みます。そして今度はこの長編みの塊ね、3目3目編んでます、この隙間、はい、ここに長編みを3本入れますね。はい、そして今度は頂点のところにも長編みを3本、鎖に、はい、そして同じところに長編みを3本、次はこの長編み3と3の隙間に針を入れて長編み3本、はい、そして次はこの長編みが 1,2,3,4 ありますが、3番目と4番目の足の間に針を入れて長編みを3本、はい、最後にマーカーを外してマーカーがあったところに長編みを1本、はいはい、3段終わったところでねこんな風になっています。はい、ではね4段目を編んでいきます。はい、それではね後ろにひっくり返して4段目を始めます。はい、鎖編み3目が長編みの立ち上がりで、立ち上がりの目をまずね編みます。1目目にはね必ずマーカーをつけておきます。そして次は1目目と2目目の間のところに針を入れて長編みを3本編みますね。はい、そして次は隣のスペース、ここの大きく空いているところ、ここに針を入れて長編みを3本編みます。はい、次も次の大きなスペースに針を入れて長編みを3本編みます。はい、次は頂点鎖2で空いているところに針を入れて最初に長編みを3本、鎖編み2つして同じところにさらに長編みを3本編みます。はい、次のスペースに針を入れて、はい、ここに長編みを3本編みます。はい、次のスペースに、はい、ここに針を入れて長編みを3本編みます。はい、ずっとね同じルールです。はい、そして最後ここは、長編みが4本ありますが、左から数えて1本目と2本目の間、はい、足と足の隙間のところに割り込むような感じで針を入れて長編みをここは、はい、3本編みますね。はい、そして最後にマーカーをつけていた一番左のところの頭に長編みを1本編みます。はい、4段目このようにねなっております。はい、今までのやり方を好みの段まで繰り返していきます。はい、グラニーステッチで編むバブーシュカ、三角巾ですけれども、私はね今14段編んだところになります。もともと使いかけだったんですが、糸は少しね残りましたので、このサイズ感は一玉未満でできるということになります。ではねサイズを測ってみようと思います。はい、一番長いところなんですけれども、ここはね、だいたい50センチぐらいになっています。はい、50センチですね。で、
真ん中の縦のところはだいたい23センチにできております。はい、お好みに応じて編んでいただければと思います。はい、それではね、とじ針の方で編み始め編み終わりとも糸始末をしてこようと思います。はい、それではね、白の糸に持ち替えて縁編みを編んでいきたいと思います。はい、はい、糸始末できる分ね、後ろに残して1目目の頭にかぎ針を入れて上糸を引っ掛けて手前へ連れてきて上糸をかけて1回くぐって鎖編みをしてキュッと絞りますね。はい、ここは目数に入れないでキュッと絞っておいて鎖1で立ち上がりました。はい、では1目目に細編みを編んで、はい、その後は鎖編みを編んでいきます。鎖1、2、3編んで、はい、グラニーの隙間のところにね、細編み鎖編み3つ1、2、3編んで、細編みの手前の半目と左側の足をすくうように針を刺して3本ね、キュッと寄せて左手の手で押さえて上糸をかけて3本同時に抜きます。鎖編み3つ、はい、そしてまた次のグラニーの境目に細編み鎖編み1、2、3、細編みの手前半目と足の左側の1本に針を通して、はい、3本をキュッとくっつけて左手で押さえて上糸をかけて3本をいっぺんに抜きます。はい、次も鎖編み1、2、3、はい、グラニーの間に細編みをします。鎖編み1、2、3、はい、また細編みの頭の手前半目左側を取って3本いっぺんに引き抜きます。鎖3と、このようにね、続けていきます。はい、それではね、頂点のところの編み方をやっていきます。はい、鎖3目の後、はい、針を入れて、はい、まずね、細編みを1つ編みます。鎖編み1、2、3をして、はい、今までと同じように頭手前の半目と隣の足を取って3本いっぺんに引き抜きます。はい、次は鎖編み1、2、3、4、5編んで、はい、先ほどと同じ2本ですね、細編みの頭の手前半目と左の足同じところに針を入れ引き抜きます。そしてさらに鎖編み1、2、3をして、またさっきと同じところ、左から2本のここですね、今までと同じところに針を通して、そして一辺に3本を引き抜きます。はい、そして鎖編み1、2、3、そして細編み、はい、頂点のところはね、このように3目、5目、3目と、はい、やってみました。角だからね、こんな風にしたらね、可愛いかなと思ったのでやってみました。はい、それではね、最後の長いところの、はい、縁編みをやっていきますね。はい、まずね、最後、細編みで終わってるんですけれども、はい、ここは、辺が変わるので、はい、やっていきますね。改めて鎖1で立ち上がって、さっきと同じところにね、もう一回針を入れて細編み1を編みます。そして鎖編み1、2、3編んで、今度は長編み単位で、細編みをしていきますので、段と段の境目のところ、はい、少し編み地を引っ張ると長編みの足が入っているところ、はい、ここに細編みをします。鎖編み1、2、3編んで、また長編みの境目のところ、
はい、編み地を少し引っ張って、はい、境目を探して、そこに針をね、入れていきます。細編み、鎖編み、1、2、3。はい、次も長編みの境目のところ、細編み、1、2、3。はい、このようにね、ここは進めていこうと思います。ここもね、はい、境目をちょっと引っ張り出して、細編みという感じです。はい、紐の方をね、編んでつけてみました。はい、白の方でね、はい、長さね、60センチの鎖編みを編んで、はい、通して結んだだけの簡単なものになります。こちらも同じですね。2本取りにして、同じかぎ針で鎖編みを60センチ分編んだというところです。これをね、角のところに、はい、通していきますね。最後にね、一番角のところ、細編みを2つ編んでいるところが少し空いていますので、そこにこのように通していただいて、そして糸の端と端、はい、そこをね、合わせて結んでいきます。はい、普通にね、2本というか4本になりましたが、揃えてね、くるりんぱで、はい、結んでいきますね。で、ここはね、しっかりね、結んでおきます。はい。糸4本になってますので、1本ずつ順番に引っ張るとね、しっかり締まってくれますので、しっかりね、引っ張ります。はい。で、簡単な作りですけれども、なんかマスクの、ゴムとかね、そういうのももしかしたらいいかもしれないなと思ったので、本体と紐をね、あえて別にしてみました。取り替えて使ったりもできるかなと思ったので、はい、でね、1センチぐらい残してカットして、これで、はい、一応ね、出来上がりということになります。はい、でこちらなんですけれども、はい、あと漁師かね、これね、確か台湾に行った時にね、買って、ここがね、バブーシュカのスカーフですよね。ロシアの方が、はい、巻いているスカーフ。開けてみます。あ、出てきました。もう一個ね、あると思うんですよね。あ、いましたね。はい。ちっちゃいマトリョーシカいますね。はい。三姉妹のようですね。はい。もしくはお母さんと子供二人かな。あ、これはね、もう開かないので、はい、三つですね。こんな可愛い感じで。はい。一番外のと真ん中のが、バブーシュカをしていますね。はい、一番ちっちゃい赤ちゃんはもうバブーシュカではないみたいなんですけれども、はい、結び目がないのでね。はい、これがね、バブーシュカになります。結構派手なカラーが多いかなと思います。すっごいね、可愛いです。これね、飾り棚に、はい、飾っていますが、久しぶりにね、開けてみました。はい、すっごいね、可愛いです。マトリョーシカのモチーフね、大好きですね。はい。このようにね、なって飾っておりました。はい、でこっちはね、ホチキスなんですけど、一緒に買ったんですよね。はい、現役で使っております。かわいいね、ニワトリのホチキスです。はい、ではでは、早速、はい、試着をしてみたいと思います。はい、多分ね、生まれて初めてな気がします。三角巾。はい。ちょっとね、頭に乗せてみます。どうかな？はい。うまく結べるといいんですけれども。やっぱりリサイクルコットンは柔らかくてね、肌触りが良くて涼しくできたかなと思いますね。はい。熱がこもらなくていいかなと思います。なんかこれだとお掃除するときもウキウキできそうな、はい。頭はね、こんな感じですね。はい。ちょっと全体お見せできなくて申し訳ないんですけれども。はい。うまくね、結ぶことができました。はい。ちょっとね、結んでみますね。こんな感じになります。はい。本当のバブーシュカはアゴ下なんですけど、私は、後ろでね、首の後ろで、はい、結ぼうと思います。こんな感じでね、可愛くできました。はい、この色の組み合わせ私、すごい好きで、はい、いくつか作りましたけど、はい、これが最後のミントになりました。全体はね、このような感じで、はい、見た目にも涼しくできたかなと思います。
本日も最後までご視聴くださり本当にありがとうございます。このバブーシカ、可愛かったね、もしくは面白かったねと思ってくださった方は、ぜひね、高評価ボタンをお願いいたします。大変励みになっておりますので、よろしくお願いいたします。また、部員さんも大募集しています。ぜひ登録して部員さんになってくださると、とっても嬉しいです。ご登録お待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。緑川でした。はい、社長さんにね、バブーシカかぶっていただきました。こんな感じですね。はい。はい。マッチ売りの社長になっております。社長さん、それ、母ちゃんが編んだね、バブーシカ。かわいいでしょ？うん。ママ？うん。着心地いいの？いい感じ？うん、いい感じなんだ。うん。今日はね、お利口さんに、はい、試着してくださったので、ギャラを差し上げようと思うんですけれども、今月はね、カツオだしのせんべいです。あ、はいはいはい。数の交渉なんですけど、社長さん、はい、フレームアウトしてますよ。はい、社長さん、カツオだしのせんべい、1個でいいでしょうか？ 1 個でいい？あ、1個でいいんですね。契約成立ですね。